これは血に濡れた悲しみの物語。猛虎は対馬の双子を一人残らずさらい、その魂を捕らえた。対馬の民は双子らを救う勇者を求め、クロードたちが立ち上がる。捕らわれた双子らを追い、猛虎の元へと急ぐ。クロードがたどり着いたのは猛虎の亡霊だが、捕らわれた双子はイズコへと消えたのか。街道に深く刻まれた車輪の跡が哀れな双子の行方を示している。クロードは後をたどった。猛虎兵の眼には暗い焔が宿っておる。魂がつながると認識した。果たして荷車を見つけたが、双子の姿はない。唯一の手がかりは車輪の跡。それは森の奥へと続いていた。いざクロードは双子を救い出すべく車輪の跡を追う。さらわれた双子たちは悪しき力で猛虎の勢力をさらに増すための見栄となっていた。悪しき力の正体をクロードは知る由もない。今心を締めるは無事に双子たちを救う。猛虎の荷車は街道を進み、幾人かの番兵をつけて何かを運んでいた。
番兵は全て葬った。あとは荷車を調べるのみ。荷車から身の毛もよだつものを見つけた。いくつもの真の像、双子たちから抜き取られたばかりのようだ。時すでに遅し。だが行き先を調べねば。双子の真の像を取り込むことで兵たちは互いを結び合わせる力を手に入れた。つまりたとえ一人倒れたとしても片方が生きている限り決して死ぬことはないのだ。クロードは敵の先陣を見つけた。残虐な猛虎兵を許してはおけぬ。叶わず、敵は朽ち果てた。対馬の双子が食い物にされることはなくなったが、より大きな災いがまだうごめいている。魂を結び合わせられるのは般若というあやかしだけのはずだが、それは別の機会に語ることとしよう。クロードが残した数々の手柄、その一つをお話ししましょう。